名作絵本「今日のお話金の斧銀の斧 山で働いていた木こりが、池に斧を落としてしまいました。困った、困った。斧がないと仕事にならない。すると、池の中から立派な神様が現れ、落としたのはこの斧ですかと、金の斧を出しました。い,いえ、もっと粗末な斧です。と木こり。 ではこれですかと見せられたのは銀の斧違いますそんな立派なものではではと神様が示したのは鉄の斧ああそれですそれが私の斧です神様は正直な気こりに鉄の斧ばかりか金の斧 銀の斧まで与えましたそれを知った木こりの友達わざと鉄の斧を池に落としましたああ大変なことをした斧がないと仕事にならないするとまた池の中から金の斧を持った神様が現れ落としたのはこの斧ですか そそうです、それです。神様はパッと金の斧を消すと「あなたが落としたのは鉄の斧です自分で探しなさい」と池の中へどこを探しても斧は見つからず嘘をついた木こりの友達は大切な仕事の道具を失うことになりました。 おしまい。